危なかった。ひどい壊れ方をしたミッションだったね。ブレイクミッションとはよく言ったものね。ほとんど歴史として成立してなかった。それに最後のガンダムは何だったの？ハーメス・マーキュリーって名乗ったけど、あなた知ってる？私が閲覧できるデータベースには載ってないんだよね。あのガンダム・ラトレイヤー、どの歴史にも存在してないんだよね。どこにも存在しないガンダムなのに、私たちのことは知ってるみたいだったけど、パイロットとプログラマーがどうとか。データベースを閲覧できるよう管理システムに申請したから、しばしお待ちよ。トゥルーミッション発生。トゥルーミッション発生。ハロ君、いいタイミング。量産型グフのデータの追跡に成功したみたいだね。これで消えたランバラル隊員のグフを元の歴史に登録し直せる。歴史への再登録って具体的にはどうするの？もう一度あの時のミッション、ソドンの町近郊でランバラル隊と戦うんだよ。ガンダム・バルバトスが現れたあの場所か。ちょっとしたタイムスリップって感じね。ただ間違った歴史を変えるんじゃなく、正しい歴史をなぞることが重要だよ。私たちで史実を成立させるってやつね。その上でデータを登録し直せば、晴れて歴史データの修復が終了するってわけ。それがトゥルーミッション。ユノ、頑張れ。小隊長、頑張れ。やるわよ小隊長。私たちの歴史の修正だものね。じゃあ小隊長さん、トゥルーミッションを選択してみて。Thank you.
史実通りになるように歴史を追いかけるのがトゥルーミッションだよ。ブレイク現象が起きていなかったら、あの場にはアムロ・レイ曹長がいたはずなのよね。そうそう、 RX78 最初のガンダムと一緒にね。ホワイトベース隊を脱走したアムロ曹長さんはソドンの街でランマラル隊と接触するんだけど、総長さんを探しに出たフラウボーさんがラル隊に尾行されちゃうんだよ。それでホワイトベースは襲撃を受けちゃって。ちょっと待って、脱走？敵前逃亡って大丈夫なの？まあまあ、経緯はともかく行ってみよう。アムロレイ総長をホワイトベースに案内してランマラル隊のグフとの戦いに勝つ。それを成り立たせるのがトゥルーミッション。小隊長、頼りにしてるわよ。カエさん、先見てます。ガンタンク、発進よし。アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。ホワイトベースを見つけたのか。フラウボーがつけられたんだ。あのグフってモビルスーツに出てこられたらガンキャノンもタンクもイチコロだ。本当にアムロ総長、連邦最強の若きエースパイロット。ユノさん、いきなりどうしたんです？あ、いえ、なんでもないです総長。ホワイトベースをこの先です。ユノ姉さん、そんな緊張してたんじゃトゥルーミッション失敗するよ。まだ勝手が分からないんだってよ。アムロ総長とも初対面なのよ。小隊長さんはとにかくガンダムを先導してホワイトベースまでお願いね。戻らないって決めていたのに。こちらブライトだ。早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。前の通信と同じ。ユノ特務総長、起動します。艦長、アムロ総長をお呼びしますね。フラウの報告通り。分かった、船の直面に回れ。フラウボーなんてよこしやがって。ブライトが自分でクリアいいんだよ。艦長も余裕がないんですよ、アムロ総長。そんなこと分かった。思い込める別ルートがある。この前はなかったよね。小隊長、正面突破か回り込んで側面を突くか判断は任せるわ。当たれ。これはどうだ。そこランマラル隊の通信を傍受。腕が飛び出す。その間にタンクをやれ。あ、はい、ダール隊。隊長やりました。ザンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を打ち取らねば我々の戦いの意味はない。本当にあれ、ドアファイター。ユーさんを迎えに来てくれたのか。急ごう、アムロ総長さん。これでどうだ。ホワイトベースから通信。ユノ、遅いぞ。何やってんの。お前には指揮者からの通信支援を任せる。了解です。ガンダムはそのまま戦列に復帰します。どんな理由があろうと独断専行は重罪だ。だが今は頼らざるを得ん。いいな、アムロ。役者は揃ったけど時間軸がずれてるかも。ホワイトベースが決定したままだ。本来なら取り付いたグフを背面飛行で振り落として上空へ退避してるはずなんだけど。背面飛行？カンナどうなっちゃうわけ。未来さん無茶するな。くらえ、落ちる。てりゃやるなか。
こ。肝心な時に当たらない。直撃させる。この少年はやっぱり、お前は
さっきの暴力、僕らを助けたのはホワイトベースのポイントを知るためだったのか。まさかな。時代が変わったようだ。どう闇だ。どうだ。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。負け惜しみよ。待て、ラル隊員の脱出を確認。彼自身のフラグメントキーも見つかったよ。あとはこのシミュレーションデータを再登録すればブレーク修正は完了。よかった。アムロ船長、お疲れ様でした。これで僕は、総長、僕はあの人に勝ちたい。こういう時は臆病なくらいがちょうどいいのよね。